うわ、うわ、のぞみちゃん、新聞読んでる。明日雨やな。この悪天候はのぞみちゃんやったんやな。どうしよう。え？のぞみちゃんいつも携帯見て自撮りしては前髪直したり化粧したりしてる子が新聞読んでる。マスターは危機感ないの？どういうことよ。ちっぽ増税の話やんか。消費税が 8% から 10% って、これあかんわ。いやダメだこれ。これたった 2% やからね。 2% くらいって。 2% 程度でそれほど大きい影響ないと思ってる経営者は甘い、甘すぎる。マスターのコーヒーシロップより甘いわ。いやでもしかし、もう潰れるね。絶対ダメやね。せやけどね。いや、このお店もあかんわ。潰れるわ。もうだってな、前も 8% に引き上げされた時、消費の落ち込みで景気に悪影響が出たって書いてあるわ。あ、潰れるって、この店が潰れるの？教えて、荻窪先生。マスター、店辞めるってよ。やめへん、そんなやめへんよ。今週も始まりました、滋賀経済ナウ。メインナビゲーターを務める南明日香です。そして荻窪照明です。のぞみちゃんが心配しているのは来年引き上げ予定の消費税ですね。 8% から 10% の引き上げということなんですが、まあ、最近世間を賑わせている事柄の一つですよね。企業法人レベルではすでにもう戦々恐々としているところも多くなっていると思いますよ。この消費税増税、皆さんが関心高くてね、はい、反応するっていうのはよくうなずけた話なんですけど、所得税ですとね、会社員の方って休業転引で源泉徴収されていたり、はい、年末調整っていうものだけで終わるんですけど、はい、これ消費税の場合は自分がですね支払う時の財布から出ていくお金、直接、ね、あれにも直接影響しますからね。間接税なんですけど、直接払ってる気がしますよ ね、 すごい皆さん気になるのよくわかりますね、はい、増税と言いますと、ほら仕入れ値にも響いてきますし、商品も値上げしなきゃいけないし、それこそマスターはのんきですけれども、小さめの飲食店レベルでもその影響っていうのは大きくなることが予想されますよね。はい、大きいですね、うん、同じ見入りあるいは出るだけでも、はい、消費税が上がるだけでですね、実感としてはすごく損した気分になります、はい、ところが、そういったことを解決したいということですね、はい、今回は、これを知れば消費税なんか怖くないっていうですね、はい、テーマでお届けしたいと思います。笑顔で、はい、怖くない。はい、はい、ビズログです。経済に関するタイムリーなトピックスを解説コメンテーターの荻窪照明さんに分かりやすく解説をいただきます。さあ、今回のテーマはこれを知れば消費税増税なんか怖くないでしたよね。はい、やっちゃいました。真似できない、消費税増税と言いますと、考えられるのは前回2014年4月に税率を 5% から 8% に引き上げた際に消費の落ち込みで景気に影響が出ましたよね、うん、で、その影響もあってですね、はい、今度8% から 10% に上がるという話も度重なる延期を迎えて今回もう一回ってですね、はい、感じになりました。で、必ずですね、これ消費税増税の時に出るのは、はい、増税する前に駆け込んでですね需要すると、駆け込み需要と言いますけれども、はい、使っちゃおうということ、金額が大きいものを買っとかないとって思いますもん ね、はい、特に自動車ですとか住宅のような大きい買い物をやっぱり考えますよね、はい、でもう一つは駆け込んだ後ですね、はい、増税後にこう必ず反動減と言いまして買い控えですよね、はい、今度はもう税率高くなったから、あまり買わなくしておこうということが起こり得ますということで、非常に対策をしないとこれ景気が悪化する恐れもありますから、すごい重要なことなんですよね、はい、でそこで2018年6月なんですけれども、これ閣議決定されたですね、経済財政運営と改革の基本計画2018、これ通称骨太方針2018というものがあるんですが、はい、ここでも消費税増税後に、需要がですねあまり変動しないようにっていうですね対策を打ちましょうということで、この
の駆け込み需要反動減を抑えるための対策というのをいくつかしてきているそうです、はい、消費増税に合わせて政府が検討している経済対策案、まずは中小企業の小売店などでキャッシュレス決済をした消費者に購入額の 2% 分をポイントで還元。この 2% ポイント還元なんですけれども、はい、おそらくの想定されているのはですね、クレジットカードですとか、電子マネー、あるいは QR コードというのが最近ありますよね、はい、こういった、キャッシュレス決済、つまり現金を使わない決済をですね、した方にポイントを還元するという仕組みが想定されていまして、はい、具体的にはですね、金融機関の口座から引き落とすような機能があるカード、はい、例えばデビットカードなんかもそうですね、それからスマートフォンによる決済サービス、うん、これをですね適用しましょうねっていう案が有力になってるんです、はい、ただ、これはですね期間がまあ短いんじゃないかと言われていますので、まあ、どこまでちょっと効果があるかっていうのは今後の案が出るときに注目はしてみたいですよね。なるほどね、はい、まあ、できるだけ長い方がね我々は消費者は嬉しいですけれどもね、はい、ただこの 2% 分のポイントって誰が出すんですか？どういった仕組みなんですか？そうですよね、はい、まず、私たちの購入者からすれば、はい、中小小売店にまあ行きますと、うん、でそこで物を買うとですね、はい、本来は 10% 払わなくちゃいけないですけれども、払った上で 2% の還元をまあ受けると、はい、でそうするとですね、これお店側は一旦損するというかですね、預かるというか立て替えた形になると思うんですけれども、そうですよね、はい、それですね、ポイントを発行するカード会社のような運営会社がいらっしゃるので、はい、そこからポイントを付与される仕組みになると思われます、はい、でそうすると今度ポイントカード会社がですね、2% 分の費用を被っていると、はい、預かったものになっているので、そこについて政府国からですね、援助補助をしようという仕組みになるので、最終的には国が負担するということになると思います。なるほど、ちょっと財源がいるんですよね。ですからそうですよね、はい、その財源って、まあ、回り回って私たちの税金ですもんね。そういうことなんですね。そういうことなんですよね、はい、ただまあこれをやるってことはそれだけ消費税増税した時の税収が増えるという見込みがそれ以上に大きいから、はい、こういった施策をしても大丈夫だってことなんでしょうね。なるほどね、まあ、あくまで仮定ということですよね、はい、で増税後も制度設計がこう複雑になるのを避けるためにですね、税率を 8% に据え置く軽減税率を適用する食料品なんかはどうなるんですか？この 8% もですね、ポイント還元の対象になるそうなので、これはちょっと得かなという感じはします、なんかちょっとニコッとしちゃいますよねだって今までポイントがつかなかったのにお得ですよね、はい、まあ、中小の小売店とありますけれども、定義としては何が中小の小売店になるんですか？これがですね、はい、すごくぼやっとしていることなんですけどね、中小企業と言いましても、うん、例えば飲食、それから小売、宿泊なんかを合わせた中小企業との120万社超、うん、はい、とも言われているので、そんなにあるんですね、どこまでこれ対象にするかっていうのも結構な問題になると思うんです、はい、なるほど。ただ中小の小売店ですとね、このカード会社に支払う手数料とか端末設定に伴う負担が重くてキャッシュレス決済広まってないというのが現状だと思うんですけど、これを機会にしてキャッシュレス決済導入拡大につなげていこうっていうこの大きい方針なのかもしれないですよね。はい、南さんおっしゃる通りで、そのキャッシュレス決済ってあんまり日本では進んでないんですね。まだね、はい、例えばそのポイントですとかカード、運営する会社に支払う手数料が高いですとか、はい、今おっしゃったような導入費用ですよね、これがすごいかかるということで、政府国としてはどちらかというと現金を使わないキャッシュレス決済、これをですねどんどん民間に導入させることによって、例えばタンス預金のようなですね、現金で眠っているままの財産を、使わせるためにですね、キャッシュレス、つまり現金を使わない方法をですね、どんどん普及させるという意図もありますし、はい、どこまで広がるかは分からないんですけれども、この、キャッシュレス決済に必要な端末というのも、配布される方針ということですから、どこまで、まあ、2019年度の予算編成に、まあ、織り込まれるかということは、注目にはなりますが、これもやっぱり財源が必要で、数千億円規模の、まあ、お金がいるだろうと言われています。さあ、そして続いては年収775万円以下の世帯を対象に最大50万円を支給する予定の住まい給付金を拡充ということですね、はい、割とですね、高額な自動車ですとか住宅というのは増税後の反動減がまあ起きやすいということで、はい、おそらくですね、この期間内に
買い控え、あるいは、先にですね使っちゃおうということを、まあ、防ぐための、施策がですね出てくると思います、うん、はい、でこのうちの一つが、まあ、住まい給付金というものなんですけど、うん、10% に、まあ、増税された後ですね、はい、年収が775万以下の世帯を対象に、うん、まあ、最大50万円住宅の取得時にですね国から支給しましょうという住まい給付金が対象になるということなんですけれども、うん、はい、現在の案の段階なんですが、例えばこれを増額ですね、はい、金額を増やす、うん、あるいは、条件を緩和ですね、例えば775万以下の世帯ではなくてそれは800万とかですね、はい、もうちょっと上げていくという拡充策もあるかもしれないとは言われてます。なるほど、はい、まあ、宇宙旅行にねアーティスト連れて行っちゃう社長さんとか荻窪先生には関係のないお話でございますね。ね。ちょっと待って、私はね、はい、関係大いにあります。そうですかね。その宇宙旅行に行かれる社長がいらっしゃったら、社長、私を月に連れてって。アーティストにならなきゃ。あ、そうか。はい。はい。さあ、続いてはですね、一定の条件を満たしたこう住宅リフォーム費用一部補助とありますよね、はいはい、これは住宅のリフォーム費用だけではなくてですね、おそらく、まあ、住宅を購入する方を含めまして、はい、住宅ローン減税というのがありますよね、はい、これは、借金をするローンをして住宅を買われた方がその借金を返済している間に残高に応じてですね、税金をちょっと負担を軽減させてあげましょう、はい、減らしてあげましょうという制度なんですけれども、こちらもですねおそらく案段階で言われているのは、この拡充策あるいは期限が今2021年末までとなっているんですけれども、この期間をもうちょっと伸ばしましょうということで、うん、おそらくこれはですね成立される可能性が高いんじゃないかと踏んでいます。なるほど、はい、その他にも自動車購入者に対してかかる初年度の燃費課税の軽減や低所得者の年金生活者に最大で月5000円支給する制度の開始時期の前倒しなども検討されているようです。まあ、ここに挙げている案はあくまで検討中ということですからね。ただ消費税は国民が消費してくれないと、まあ当然生まれないわけですから、そのためには消費の落ち込みは絶対に避けなくてはいけない重要な問題となります。どんな経済対策案が実現しているのか、来年10月を楽しみに待ちたいと思います。続いては滋賀県内のさまざまな企業にフォーカスするビズラボ。今回は10月17日から19日まで長浜バイオ大学ドームで開催されるビアゴ環境ビジネスメッセについてお知らせします。ではゲストをご紹介します。ビアゴ環境ビジネスメッセ実行委員会会長の井門和義さんです。よろしくお願いいたします。こちらこそよろしくお願いします。さあ、このビアゴ環境ビジネスメッセ今年で21回目ということですね、はい、まあ、ご存知の方もたくさんいらっしゃるとは思うんですが、改めて会長どのようなイベントなのかを教えてください。はい、私どもこのビアゴ環境ビジネスメッセ、というものは環境経済活動これを両立させていくというものを基本理念として持続する企業経済社会、そういったものを求めて開催をしております。商談を重視した B2B 主体の展示会として1998年の初開催以来毎年秋に3日間にわたって開催されています。今から30年近く前ですか、まあ、世界中でやはり今後の環境問題というのがやはり、一つの大きな課題としてクローズアップされて、ちょうどその頃滋賀県自身は、まあ、環境先進県であるとか環境熱心県であるとか言われて、滋賀県の産業育成のために一つ環境というものをキーワードにどう企業なり産業を盛り上げていくかということに、まあ、力を出していこうということと、あと滋賀県自身が地場産業新しい地場産業を起こしたいということも合致してですね、環境ビジネスにこう滋賀県全体が進んでいこうと、でそうした中で一つ自分たちの作った製品やサービスを世の中に知らしめる方法としてこういう環境ビジネスメッセをやっていこうではないかということで、まあ、産官学共同でスタートしたというのが、最初の始まりでございます。環境産業の発展に非常に大きな役割を果たしているんじゃないでしょうか。あ、そうですね、環境技術そのものを
技術そのものをこう開発したり研究してもやはり次の販路というものがないとやはり全体的にはこうビジネスとしては成功とは言えないので、まあその販路なり市場開拓の一環としてこのメッセがあるという位置づけでございます。毎年3万5000人前後の入場者数を数え、国内のみならず海外からも熱い注目を集めているんです。企業対企業の取引のメッセということでいくと、この地方祭開催としては、まあ、珍しい展示会であるし、またもしそういうのものが展示会があっても、まあ、単発的なものが多くてですね、この琵琶湖環境ビジネスメッセのように、まあ、今年で21回と、続いている21年間続いているというのは非常に珍しい展覧会ではないかなというように思いますね。そして今年のテーマは新たなビジネスが未来を作る。環境省によると環境産業の市場規模は2016年には全体で104兆2199億円と過去最大を記録し、前年に比べて 3.6% の増加となり、これから先もまだまだ伸びていく市場規模であることがうかがえます。出展企業は朝日化成、竹中工務店や綾葉グループなどの大企業も目立っています。また出展分野の割合を見ても、さまざまな分野の出展が特徴。ほぼどのゾーンも、出展者数がほぼ均一に出展いただいているということで、どこかが突出して、ということではなしに、環境問題を広く捉えていろんな角度のからの出展がバランスよくできているというのが一つの特徴かなというふうに思いますね。あとこれあれですね、中でちょっと気になるのがこの G2B といいまして、これガバメントですよね、はい、自治体ですとか政府、うん、それと B ですからビジネス、企業向けの取引ですとか、事業をやってらっしゃるのが 4%、はい、で実はこれ社数にすると、10社あるそうなんですが、はい、そのうちの9社が滋賀県と、はい、いうことですから、そうですね、滋賀県がまあいかに環境ビジネスに力を入れている県かというのがよくわかりますよね、はい、そうなんです。地域別出展者数は滋賀県の出展者数が全体の 44% を占めていて、なんと1位。滋賀県知事の三日月泰造知事も役割を果たしているということなんですよね。このメッセ自身の、実行委員会の名誉会長を知事にやっていただいておりまして、はい、まあ大所公所から、まあ、いろんなご意見を頂戴しているというのが実情でございます。まさに県を挙げての一大イベントだからこそ、昨年の来場者アンケートによるとおよそ9割が成果ありとの高評価。環境メッセージに来て何かの気づきがあった、何か今、抱えている問題の解決策が見出せたとか、こういう結果になっているのではないかなと。で逆に出展した企業側から見るとビジネスのマッチングがうまくいけたというように解釈できるので、まあ、私どもが目指している、まあ、商談を中心としたその B2B の展示会ということは一応成功しているのではないかなというように感じております。これは私も同感でお話を伺ってますので、単なる出展企業のブースだけかと思いきやですね、いろんなこう来場者数を増やすための仕掛けっていうのがあるんですよね、だそれがあるからこそこれだけの全体の評価がすごいっていうふうにつながってるんじゃないかなと思いますね。そうですね。今年の琵琶湖環境ビジネスメッセでは、出展企業によるプレゼンテーションやセルロースナノファイバーなど新技術・新素材のエコ革命に関わるセミナーも行われます。セルロースナノファイバーですね、これは木材が原料で鋼鉄の5分の1の軽さで、その7倍から8倍の強度もある。電子部品ですとか自動車と建築材料などに大きな需要が期待されている夢の新素材ですよね。そうですね、うん、これあれですよね、実用化事業化できるようになったら、はい、2030年にはですね、なんと市場規模が1兆円になるというふうにも言われてるらしいですから、すごい期待持ってますよね、そうですね、まあ、これから鉄とかプラスチックに置き換わる新素材として
またそういうことを使うことによって、環境が改善されていくということで非常に期待をされている素材ではないかなというように思いますね。さらにはビジネスサポートコーナーなどの催しなど盛りだくさん。そして今年から始まった新たな企画が3つ目なんですが、これは我々産業界としても非常に期待をしているんですが、新卒者の採用支援企画ということでございます。去年ぐらいから滋賀県も非常に企業にとって求人難であると、なんとか支援をしていきたいということが一方であると、でたまたまこの、環境ビジネスメッセにもそういう学生たちも来ていただけるチャンスがあるということで、この2つをドッキングして来年度卒業生もしくは将来琵琶湖環境ビジネスメッセに来て、あ、こんな素晴らしい企業があるんやと、就職の時にはぜひあの企業に行きたいなというような思いを持っていただけるような支援をやっていきたいなというように思っています。でここでは滋賀県内の本社があるところ、それから滋賀県内に拠点があるところ、この2つを絞ってですね、今年度は新卒者の支援をマッチングをやっていこうというように計画をしております。滋賀で学んだ学生たちは滋賀で就職してほしいですよね。その通りですね、その通りです。西日本最大規模の環境産業総合見本市琵琶湖環境ビジネスメッセは来週水曜日17日からいよいよ開催です。私どもも最大限力を入れて新しい企画も盛り込んでやっていくつもりでおりますので、ぜひ来場をお待ちしております。東京オリンピックでは世界に環境都市というのをアピールしていくと明言しているんですよね、はい、そういった意味では街づくり、エコ、システムですね、どんな環境技術が進展していくかすごく楽しみにしております、環境問題ってともすれば大変難しい問題という考え方もありますが、それをこの滋賀から払拭していく、できるんだよということをどんどんアピールしていくいい機会かもしれないですね、先日滋賀経済同友会の創立60周年記念式典が行われました。記念式典には県内の企業経営者らおよそ300人が出席しました。滋賀経済同友会はおよそ400人の会員で構成され、滋賀の発展や地域経済の振興を目指し、経済人ならではの経験や知識を生かした調査研究や意見交換などを行ってきました。志ある次世代経営者や企業家と連携を図り、お互いが刺激し合いながら新たな取り組みを実践することをここに宣言いたします。またこの日は元サッカー日本代表監督で現在は今治夢スポーツ会長の岡田武さんが講師として招かれました。節目を迎え、今後について滋賀経済同友会は社会的な課題解決を目指しつつ、持続可能な地域と経済の創造をと目標を掲げています。さあ今週もお別れの時間ですが、及窪先生いかがでしたか。はい、今日結構環境への取り組みのお話が多かったと思うんですけども、はい、EU 諸国ですとかアメリカというのは環境先進国と言われていて、日本はどちらかというと遅れていると言われてたんですね、はい、ところが琵琶湖環境ビジネスメッセですかね、こういった取り組みにも現れるように、あるいは SDGs ですとかね、はい、ESG 投資に現れるように環境への取り組みについて注目度は上がってきたと思います、はい、特にね、木材を原料にしながらね、はい、あれだけの強度を持ち、そして軽いという素材、はい、夢の新素材セルロースナノファイバーっていうのが2030年にはですね、なんと市場規模が1兆円にもなる可能性があるということで、はい、すごい気になる素材ですね、いろいろと応用できますもんね、はい、強くて軽いんですから、すごいね、はい、セルロースナノファイバー夢の新素材、セルロースナノファイバー夢の新素材、セルロースナノファイバー、新聞の次は念仏唱えてるわ、セルロースナノファイバーは夢の新素材、セルロースナノファイバーは夢の新素材、新しいビジネス始めようとしてるのかな、お金もないのに、セルロースナノファイバーがあれば増税なんか怖くないな。
セルロースナノファイバーがなければ、なんて言った？セルロースナノファイバー覚えてへんの？すいません。そういうとこわかんねえね、マスター。何やったっけ、セルロースナノファイバーは夢なし素材。ジョーロースなのかいな。セルロースナノファイバー。セルロース